ザ・ペンフレンドクラブ、平川雄一です。ダイブイントゥーミュージック。レーベルが集まっている制作のセクションになるんですけど、いろんなレーベルがありまして、それぞれ例えばジャズのレーベルだったりとか、パンクのレーベルだったりとか、それの専門の A&R がついて、それが集まった部署がデューになりますね。ディスクユニオンっていう店舗があるので、そこで直接販売できて、もうお客さんの声を聞いたりとかできるのは普通のレコード会社と違うんじゃないかなと思いますけど、ね、まあ本当に良ければ別にそれがヒット作だろうがそうじゃなくても、自分たちが信じてるところにはまればもう自信を持っておすすめするっていうところがあると思います。自分たちが信じたものをリリースすることにほとんど障害はないですね。お腹が空いたらロックはもちろん、ジャズ、クラシック、ヘビメタ、アイドル、ディスクユニオン初のオーディション開催中。